これはねやらせと言ってもいいぐらいの戦争のシナリオだと僕は思ってます。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本由紀です。今日もよろしくお願いします。なんすかね今日、はい、ちょっと唐突なんですけども、うん、岡本さんって歴史を詳しい詳しいというか好きですね。好き、勉強よくします。はい、はい、なんでちょっと質問がありまして、うん、日本は真珠湾をなぜ攻撃したのかっていうお話をテーマに語っていただきたいなと、うんうんうん、真珠湾攻撃をなぜしたのか、はい、これ答えを誰かが知ってんのかっていう話になってきて、その頃の話ってその戦後その GHQ っていうのが来て日本の歴史って結構改ざんされてるような気がするんですよね。都合がいいように。なので全員がって思われるんですけど、その教科書で習ったりとか小説で書いてあるのの影響を受けてて、いろんな人がいろんな答え持ってそうな気がするんで、絶対これっていうことはないと思うんですよ。なんだけど遡っていく作戦、これはこれだったから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 、これがこれだったから、だから行き着く先は風が吹いたから桶屋が儲かったんやでっていう話でいいですか。はい。いいですか。はい。はい。では、真珠湾攻撃をなぜしたのか。地図をね、見ていただければちょっとわかると思うんですけど、日本が真珠湾を取るような必要性、攻撃するような必要性ってマップ上ではない、起こらないんですよね。何もないんですよ。日本があって遠く離れた太平洋の真ん中にハワイ諸島っていうのがあるんですよね。でそこを領土にしたかったのかみたいな話になってくると、だから得はなさそうじゃないですか。でもなんでか知らんけど真珠湾攻撃してるわけですよ。タピさんはなんでだと思ってるんですか。なんか軍があったとかですかね。施設があったとか。なるほど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 。これね、本当答え誰も知らないですよ。答えはない話なんで、今日僕今から話すことっていうのは、まあ岡本由紀はそういうの思うてんねんねっていうことで、皆さんその、いろんなご意見あると思いますんで、コメント欄ですね、僕はこうやと思うよという意見を書いていただければ結構だと思ってます。で、もちろんね、歴史のことなのでその解釈の仕方とかあって、でそれが良かった悪かったみたいな話になるならないっていうのはもう僕の何ですかね、範疇を超えますんで、僕がそれは正しかったみたいな言い方はしませんけど、その時こう考えたんやと思うでっていう話を、させていただこうと思ってます。今日の話が、面白かったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてやってください。なんかね、ちょっとずつちょっとずつやっぱ増えるんですよ、フォロワーが。めっちゃ嬉しいですというわけで、話し始めます。真珠湾を攻撃した理由、真珠湾を攻撃しなきゃいけなかったから。じゃあ真珠湾何を攻撃しなきゃいけなかったんだ。真珠湾のアメリカ軍の艦隊を攻撃しておきたかったから。なんで、それはその真珠湾のその艦隊が、日本方面を攻撃してくるのが嫌だったから。なんでアメリカが攻撃してくると思ったのかなんですけど、その前に日本はアメリカ軍を攻撃するからです。でなんでそんなことになるんだっていうとですね、フィリピンを当時アメリカが占領してたんじゃないかなと思うんですけど、フィリピンとか、インドネシアとかシンガポールとかみたいなところをね、アメリカ軍とかイギリス軍が占領してたんだ、植民地だったような気がするんですけど、そこの海域を日本のタンカーが走らなきゃいけないことになるからなんですね。なので、それをされると、まあ、アメリカ軍は嫌で、それを邪魔しに来るんじゃないのかと、邪魔されたくないからフィリピンはちょっと占領するかになるわけですよ。で、なんで占領しなきゃいけないの？それはタンカーを移動させるからなんですけど、なんでタンカーをそんな遠くから移動させるのかなんですけど、インドネシアに油田があったんですね。で、その油田から原油を汲み出して、それをこう日本まで運ばなきゃいけないから。地図見ていただいたらわかると思うんですけど、そのインドネシアから日本までこう運ぼうと思うとですね、フィリピンの沖はちょっとどうしても通らなきゃいけないんですよ。
で、なので、タンカーを攻撃されたんでは、こう、元も子もない。わざわざインドネシアの油田を持ってるのに、になります。では、なんでそこの油田を取りに行かなきゃいけなかったのかなんですけど、これはですね、アメリカのセブンシスターズっていう、石油の権利を持っている、まあ、セブンシスターズはアメリカばっかりじゃない、一個、イギリス系もあったかな、なんかあるんですけど、まあ、その世界の石油を牛耳ってた、その当時ね、セブンシスターズがあって、で、それが、日本への石油の輸出を止めたんですよ。で、石油がないと生きていけない時代になりかけてたんです。まだそうでもなかったんですけど、石炭の時代から石油の時代に変わろうとしてた時だったんです。で、日本への輸出を止めるって言われたんですね。まあ、それは困るということで油田を探し求めてたんです。じゃあなんで止めたんだなんですけど、それはですね、これも憶測になります。多分アジアはヨーロッパの人たちのものであると、ヨーロッパの人たちの植民地になるべき場所であると。ところが日本が、アジアに植民地を持つ、植民地じゃないんだけど、その満州国を独立させたりとかするのは、ね、良くないと思ってたんですね。彼らは自分たちの植民地は何お前ら勝手に取ってんねんとね、アメリカからすると、何わしらの、ヨーロッパの人たちがそう、何わしらの植民地のまで勝手に手出してんねんと、わしらの植民地やでと、あいつらはわしらのために働くもんや、お前らが勝手に開放していくんちゃうぞみたいなことを思って、いや、これは日本よろしくないと、アジアが経済で発展するなんてことはあってはいかんのだと、彼らはずっとわしらがその搾取するべき場所なんであるというふうにヨーロッパ人が考えてたんだと思います。これカッコ仮、ね、僕が思ってるだけです。なのでそう思ったんだと思います。そうなると、まあ、石油がなくなるので石油を確保しなければいけない。だから石油を確保しに行った。じゃあなんでインドネシアだったのかになかったのかなんですけど、インドネシアの油田の権利はですね、オランダが持ってたんやと思うんです、当時ね。で、オランダってね、第二次世界大戦、まあ、ヨーロッパ戦線でですね、ドイツがオランダちゃっちゃと占領したんですよ。地図見ていただければ分かると思うんですけど、オランダめちゃくちゃちっちゃいんですよ。めちゃくちゃちっちゃいです。まあ、タピさんも知ってると思います。オランダがちっちゃい国だってことぐらいはね。で、海抜ゼロメーターみたいなところも知ってると思います。なんで、もうすっごいちっちゃい国なんですよ。だからね、チャクって占領されたんですね。まあ、多少の、抵抗してる軍みたいなのはあったみたいですけど、ちっちゃな田舎町でちょっと抵抗してますぐらいの感じで、まあ、言うたらほぼドイツ領になってしまいましたみたいな。で、オランダがないのに、インドネシアの方は旧オランダ軍みたいなのがですね、そのインドネシアの、そのインドネシア全体もそうだったかも知らない、ちゃんと覚えてないんですけど、その油田もその旧オランダ軍みたいなのが抑えたりするんですね。で、ドイツからすると自分たちの油田なんだけど、とても遠いから手も出せないし、インドネシアの油田をね、で、オランダのインドネシア油田を攻撃に行くのも占領に行くのもちょっと手が届きませんよと、ヨーロッパ戦線で手一杯ですみたいな時に、日独伊三国同盟っていうのがあって、で、日本は一応ドイツと組んでたので、日本ならいいよという話になったんやなかったかなと思うんですよ。で、まあ、第二次世界大戦終わったら、そんな名前じゃなかったけど、当時この戦争が終わったら、油田返してねみたいな、で、その時話し合いましょうねみたいな話になって、で、じゃあその油田取りに行きましょうと。でも、取りに行くにしても、ルートが遠いねんと。だから、それを完全に確保するためには、そこを、そのルートの邪魔をするところは、ちょっと叩かしてもらえますさ、みたいな話なんですね。それが、なんだっけね、ABCD 包囲網みたいなのがあって、日本のそのルートに対して、A はアメリカで、B はブリティッシュ、イギリスのことだったと思うんですよね。で、C がチャイナ。まあ、チャイナはもともと戦争状態にあったので、もうこれはしゃあないんですけど、 D がダッチだったと思うんですよ。オランダのことですね。ダッチはオランダのことで、この ABCD 包囲網っていうのが日本のそのルートにちょうどあって、ちょうど囲まれてたんですけど、まあ、それら全部とやり合うことになってしまいますねと。とはいえ、イギリスとアメリカは本国遠いので、直接対決っていうのはまあイギリスほぼないで、アメリカはあるんですよ。あるんです。なんでかって、そのハワイに艦隊置いてるから、ハワイからフィリピンとか、ハワイから日本とか、ハワイから、インドネシアみたいな、当然ある。で、来てほしくないっていうことですよね。来てほしくないねっていうことで叩きました。で、普通叩けばですね、まあ、フィリピンもそうですし、ガダルカナルもそう、グアムもそうみたいに、日本を占領するんですよね。なんだけど、ハワイはね、占領してないんですよ。で、
第1波第2波みたいな第1陣第2陣みたいなボッコボコにしたので、無理して占領かければ占領できたはずなんですが、その時はね占領してないんですね。でこれ理由は多分誰も知らないんですけど、ハワイを占領しなかったわけはですね、まあ、想像するんですよ。2つしかないと。で1つが、そこに、軍を割くほどの力が日本にはなかった、まあ、そのでっかい艦隊持っ てそこから空母から飛行機飛ばして、で真珠湾攻撃っていうのをパッ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 ってやったわけですけど、とてもじゃないけどそこにその艦隊全部を残しておくってほどの、パワーがなかったんじゃないか説。だからハワイなんて取ったら、まあ、どっからも遠いじゃないですか。救援物資出せないんですよね。やっぱりその当時長い航続距離の飛行機ないから、結局その船で移動しなきゃいけないみたいなことになるわけですよ。でも、ね、2週間ぐらいかかったんちゃうかな、当時行くのに。なので、諦めたっていう話と、ハワイを1回叩いておけばそっから3年ぐらいは来られへんのちゃうかと。体力弱って主力艦隊叩いてしまえば、だから3年ぐらい来へんのやったら、その間にこっちのルートしっかりして今度グアムからまた出してみたいなことで十分に戦えるんちゃうかと思った説と、とてもじゃないけどアメリカとはまともに戦争なんかしたら勝てっこねえよと分かってて、分かってたんやけど戦うことには石油をインドネシアから日本まで運ぶルートが作れないので、一旦3年間だけでも1年間だけでも2年間だけでもそのルートの確保をさせてもらわんと先の絵が描けませんと。さ、未来は何が変わるか分からへん、どんな兵器ができるか分からへんし、ね、未来は変わらへん、分からへんけど今はとりあえず死んじゃうと。つまり餓死しそうな子供がアンパンを万引きしてしまうみたいな、例えばね、その時に万引きしたら良くないのは分かってる、捕まったら殴られるでみたいなことは分かってるんやけど、今食べへんと盗んで食わへんと死んでまうでみたいな状況であれば万引きする可能性はありますよねっていうことで、日本ももしかするとこの勝てない喧嘩って分かっててでも今一瞬やって、それでもしかしたら逃げ切れるかもしれんし、もしかしたらヨーロッパ戦線が大変なことになってアメリカはそのヨーロッパの方に全部兵力を割くのでとてもじゃないけど日本まで来ない可能性だってあったわけで、いろんなことを考えて行くしかなかったみたいな説とかね、まあ、僕はまあどれが正しいと思ってないんですけど、そのこんなこと考えられますよねというふうに僕なら想像しますって。で当時の日本の軍部がアメリカとやっても勝てないんじゃないかっていうのを報告書を上げてるっていう本を読んだことがあります。文章を読んだことがあります。で僕も当時の日本軍はそのとても優秀だったので、軍部はそれはね言ってたんじゃないかなと本当に思ってるんですよ。なのに改正に踏み切ったってことはやっぱりその日の飯を食えなくなってたから、もうどうしても必要だったからなんですよね。でやっぱり僕が思うにはアジアで日本が文化的にとか経済的にとかっていう事実ができてしまうのは彼らヨーロッパ人からするととっても都合が悪かったんだろうと思うんですよ。だってその植民地があってこそ成り立ってる西洋の発展だったヨーロッパの発展だったんですけど、それを阻害されるわけですよ。彼らがどんどん独立していくと、日本は独立させてたのでね、ヨーロッパのアジアの国々を、でそれはとっても都合が悪かったんだろうなと思ってます。ということでですね、首を絞められた日本が首を絞めた相手に対してそれされたら困んねんって言ってですね、お前らとは喧嘩本当はしたないねんけどなって言って先に先制パンチ一発入れたっていうのが真珠湾攻撃だと思ってます。で真珠湾攻撃を真珠湾と決めてないと思うんですけど、当時のアメリカ大統領はですね、日本から先に手出してほしいよねっていうふうに言ってたっていうのはですね、はっきり分かってるっていうか証拠があるんですよね。日本から先に手出してほしいな、日本から先に手出してほしいなっつってずっと言ってたそうなんですよ。なので、実はその真珠湾攻撃するよとかっていうのもですね、全部知ってた。これもね、事実としてあるみたいですね。なので、リメンバーパールハーバー、真珠湾攻撃を忘れるのは、ジャップはね、日本人は汚い奴らなんだ、あの黄色い猿がっつって言ってんですけど、本当は猿殴れやほら殴れほら猿っつって言ったのはアメリカで、でその当時の大統領ルーズベルトはですね、必
完全に殴ってくれとは言ってないですけど、殴らせたいな、あいつらに殴らせたいな、先に殴らせたいなって言ってたらしいんですよね。で、まあそれは多分殴れ、これやったら殴るしかないやんけっていうのが当時の日本の軍部の考え方なんですけど、それは彼らが殴るしかないように持っていかれてるところも分かってた上で、攻撃を仕掛けてるんで、これはね、やらせと言ってもいいぐらいの戦争のシナリオだと僕は思ってます。真珠湾のためにね、開発された魚雷があるんですよっていう話をね、ちょっとお話に挟んでおきます。真珠湾って、地図で見ていただけると分かると思います。入り口が狭くて奥にこう広がっててですね、でなかなかに攻め込みにくい場所なんですね。なので、艦艇で入っていくってのは難しいんですよ。艦と艦がこうぶつかって戦うっていうのは難しいんです。入り口が狭いから両脇から大砲で撃たれちゃうみたいなのがあって、とてもじゃないけど、いけないと。潜水艦で行こうかっていうとですね、水深が浅いんですね。水深が浅いんで潜水艦に入れないんですよ。まあ入ったとしても見えちゃうっていうか、その浅すぎるんです、真珠湾っていうところが。だったら飛行機だねと、飛行機だったらまあ魚雷だねということになるんですけど、当時の魚雷です。撃つとこタッポンと下にこう沈むんですね。沈んでこう上がってくるんですけど、この沈む深さが深すぎて、真珠湾の底を撃っちゃうんですよ。なので魚雷攻撃もできないんですよね。だからこの真珠湾攻撃のためにですね、新たな魚雷が開発されたって言われてます。あまり潜らないトポンっていう深く潜らない魚雷が開発されたと言われてて、その魚雷の開発が完了して真珠湾の攻撃をしましたっていう裏話と、なんでその日に決行したのかっていうとですね、まあ日本のあるスパイがハワイに住んでたんですよ、赴任していってね。で、その時にその毎日毎日毎日料亭から双眼鏡で覗いてたんです、真珠湾を。でその真珠湾にですね、こう艦艇が入ってきて出ていくんですけど、日曜日に必ずみんな泊まるみたいな情報をこう察知して、でその入ってくる日を狙って飛行機飛ばして攻撃した。アリゾナとかっていう戦艦がね、こう煙吹きながらね沈んでいく写真が有名なのがあると思うんですよ。でその時にね、汚い奴らがジャッポってだいぶ言われたみたいなんですけど、その戦艦が沈んでる上に博物館があって、今でもそのアリゾナからはこう油が漏れてですね、で海面に油がこうちょっとずつ浮いて出てるみたいな話も聞いたことがあります。ちなみに僕は、アリゾナの博物館行ったことないです。ハワイで何度も行ったことあるんですけど、なんか真珠湾行きづらくてですね、なんか気持ち的に乗ってこないというか、申し訳ないことしたって意味じゃなくって、そういうふうに追い込まれてしまった先祖が、日本のね、僕のこうおじいちゃんたちがかわいそうだなと思っちゃうんですよ。追い込まれておいて手出さしといて、手出したらおいおいおいって言われて、強い兄ちゃんに最後ボコスカにされたっていう話なのでね、僕あんまりそのアメリカと日本のその戦争のきっかけとかっていうのは実は好きじゃないんですみたいな、お話をですね、ちょっとおまけで話してみました。ということでですね、こんな感じで理由を説明しながら歴史の話を今後もしていけたらなとは思いますけどね。というわけでですね、実際はこうだったんじゃないか説みたいなやったら話せそうな気がします。またなんか疑問でもあれば、アドリブでポンとぶつけてくれたら、僕の今持ってる知識の中でお話ができればなと思っておりますっていう。よろしくお願いします。わかりましたまあね、まあ、まあまあ歴史好きなんで、ただね、今話したようにほぼ憶測なので、別に裏が取れてるわけじゃないんです、皆さん。なので、いろいろ意見あると思います。まあコメント欄がにぎわうのをとても楽しみにしてますということで、今日のお話はここまでになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ちょっと反省してます。またこのチャンネルで会いましょう。バイバイ。